はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、ところで今回ですね、 PD USB パワーデリバリー高速充電に対応した、45W のオマーズ製の、オマーズで合ってるのかな、 USB Type-C PD 充電器 45W PSE 認証済みの3ポート PD 対応、めっちゃ PD っていう、まあ、急速充電対応の折りたたみ式の AC アダプター、 USB Type-C ケーブルの付属しているものを購入しました。はい、で今回購入したのはこちらです。ちょっと埃が目立ってしまうんですけど、ここに PD の USB Type-C が刺さるポートがあって、 Type-A の標準のものですね、あります。この USB Type-C のパワーデリバリー対応しているポートに関しては 45W 最大で出るようです。でも、まあ、ここと並行して使ってしまうと、やっぱ電圧、電力は下がるみたいなので、まあ、そこには注意が必要なんですけれども、まあ、ここ単体で使うことであれば 45W 対応しているということですね。まあ、この 45W 対応っていうのは、魔法の高速充電に対応しているとか、あと Nintendo Switch と MacBook Pro、MacBook で充電できる機能があるということですね。正直ね、スイッチをちょっと安めの充電器に挿すと、充電が信じられないぐらい遅い時があります。でもこれで PD のところだけ使うと、特に問題なく全然使えるので、便利ですね。で、このオマーズ製のものを購入してる前に、ニマソっていうメーカーのものを買ってたんですけども、これ見たらほぼほぼ同じで、高さとかもほぼ変わらない。ちょっとこのオマーズが大きい。で、この注目したいところなんですけども、見えかな、この型番が全く一緒で、TC063 っていう型番になってます。で、入力の方も AC アダプターが100から 240V で海外でも使える仕様になって、最大の出力ができるワット数が 45W で同じです。おそらくこれ同じ製品です。でもちょっと販売してる会社がちょっと違うっていうような感じですかね。値段がこの今回買ったオマーズの方が2599円、 Amazon で今で 5% のクーポンがつくので100円ちょっと引きになるってことは2400円とか2300円ぐらいになるのかな。でもこの、ニマソの以前買った方は3769円、20% 引きやから3000円ぐらいになったとしても、やっぱこっちのオマーズの方が安いので、まあ、買うなら別にこのオマーズの方でもいいんじゃないかなと思いますけれども。で、 PSE 認証済みって書いてあって、ここにもきちんとそのマークがついているので、まあ、日本で使うとなっても問題はないのかなと思います。はい、で、ここオマーズ、まあ、この商品、USB の Type-C の Type-C Type-Cのケーブルがついてきます。実際ちょっと挿してこの PD のところ挿して直充電がちゃんとできてるかも確認していきます。こう見てもらったらこう急速充電中ってなるので、おそらくこの急速充電にはきちんと対応している商品になる。こちらの方でもうちょっと確認していただいてもいいんですけど、急速充電器接続中となっておりますね。今見たら USB-A のポートを介して2つのデバイスを充電する場合は合計電力出力が 2.4 アンペアになるということなので、まあ、少しちょっと遅くはなりますけども、この PD だけ使うってことであれば、まあ、先ほども言いましたけど問題ないということですね。この人なんですけれども、サイズ感はすごく小さくて、まあ、手のひらにこうポッて掴めるぐらいで、このいいところは AC のここのコンセントの部分がちゃんと折りたためるところなので、折りたためるので、まあ、カバンとかに入れても引っかかることがなく、まあ、ここが傷みにくい設計になってますね。で、大きさとしては 53mm、 5.3cm、 22.8cm で、高さが大体 10cm、 99mm となっているようです。まあね、海外のね出張とかね行かれる方は、まあ、ここにアダプターを差し込んで海外の変換器を差し込んで国のコンセントに挿せばいいだけなので、まあ、心配することなく使えるようですね。あとは家電圧保護とか家電流保護とか加熱保護、短絡保護、非常事態、電圧が思いっきり上がってしまった時でも問題なく使えるよっていうようなものがきちんと
入っているようです。まあね、中にはそのタイプ C でこの高速充電対応していない機種も中には出てきているようなので、まあ、その辺は少し要チェックではありますね。ということで、まあ、ちょっと簡単ではあったんですけれども、高速充電対応したオマーズのパワーデリバリー対応の充電器 45W の製品の紹介をしてみました。暇だったらまた見てください。 Nintendo Switch も使えますよ。便利です。以上です。